はい。おはようございます。沖縄おばばです。今日もこれからお仕事です。これは、昨日、あの、昨日買ってきたね、スーパーで買ってきたものです。MCT オイルとアマニ油と、あとチコリの飲み物ですね。前にね、これ一度飲んだことあるんですけど、タンポポコーヒーのような味、味がします。体に良さそうだったので買ってみました。はい。えー、今回ね、ご紹介の動画は、えー、台湾のね、テレビ報道です。 はい、えー、1分3秒から2分40秒のところまでです。はい、ワックワックのことですね。日本ですね。ワックワックをね、また100万回分送ると言ってますね。なんかね、えって感じですよね。はい。もうね、ワックワックで台湾100人以上、お星様になってしまってるんですよね。たひっちゃってます。はい、そしてその上を行くのが、 バイサン政府ですね。バイサン政権ですね。なんと250万回分送ると言っています。はい、これはね、あれですね。なんて言うのかな。目が覚めないとどうしもないですね。目が覚めないと、今後も多人ってしまう人が続出すると思います。はい、日本も同じです。皆さん早く、ね。 睡眠から目覚めましょうということですね。はい。そしてですね、なんて言ったらいいんでしょうね。この、まあ、私の周りですね、え割と目が覚めた方が多くいらっしゃいまして、すごく嬉しいんですけどね、ここら辺、職場でね、こう、ワックワックのことを話しててもね、今回の355人の他人ってる人ね、多すぎないですかっていう話をしてます。 そして、一体何人た引ったら辞めるのかなって言ってますよはい。私はね、多分在庫処分セールだから、在庫がなくなるまで辞めないんじゃないのかなって言いました。はい。まあね、そうだろうなと言ってました。はい、えー。これは同僚との会話です。 はい。割と皆さんね、えー、目覚めてる人が多いです。ある人、あの、あるね、えー、私の上司は、必要ないって言ってましたね。そのワックワック自体がね。で、大部分の私の同僚の人たちは、日本性能ができるまで待つそうです。そりゃそうですよね。男性355人が、あ、ったヒタヒしちゃってんですからね。 もうね、嫌ですよね、そんなの。はい、皆さん早く目をお覚ましになってください。そうしないとね、夢の中、夢の中にずっといて、そのまま目を覚まさないということになってしまいますからね。気がついたらまた、夢だったということがありますからね。はい、目を覚ましましょうね。 それでは今日これから仕事に行ってきます。またね帰ってきたら動画にあげますのでよろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。